はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は朝倉未来、ワン代表、青木真也、岡見雄心、若松優也、ハムソフィに罵倒される恥ずかしい理由についてです。ワン代表が日本で記者会見を行いました。11月にアベマでペーパービューの大会を行います。そしてそこには日本人選手が大勢参戦するため PR の記者会見となりました。そんな中、ライジンの代表である我らの土色サメ肌ナポリタン松氏よりハワイアンデブな朝倉未来君が罵倒される場面が多々見られたので紹介していきます。まずワンの大会ですが、キック王者秋元選手が防衛戦を行います。その他目玉なのが青木真也選手がなんと激強のなんちゃらなんちゃらなんとか風と戦うことになったのです。それまではさすがに強すぎて誰もなんとか風には対戦表明しないと思っていたところ、青木選手がまさかの対戦を受けました。これに対して青木真也選手は朝倉未来なら受けないリスクのある戦いだと朝倉未来の卓越したリスクマネジメント能力を皮肉りました。というのも朝倉未来はこれまで68キロ未来豚級や頭突きなど、そしてなんちゃらサラスなどカマセーヌや隠しの相手と戦い自分の強さを維持してきたからです。そしてワン代表のチャトリさんには朝倉未来は世界では通用しない二流の選手だと言われてしまいました。確かに朝倉未来が戦った一番キャリアのある選手でなんとかマッカパぐらいで、なんとかマッカパもベラトール直近2勝3敗としょうもない選手です。そこに塩試合で勝ったぐらいなのです。あとはショートノーティスで怪我で練習できなかった斉藤豊選手ぐらいではないでしょうか。そう考えると二流三流四流と言われてもしょうがないかも分かりません。そして我らのサンダー岡見雄心選手も今回2階級王者であったウサン選手と戦います。これも伝説のアマチュア団体ジ・アウトサイダーの史上初の2階級王者朝倉未来君をバカにしているのではないでしょうか。そして本当にヤクザと揉め地元にいられなくなり家族ごと移住した若松優也選手もヤクザの事務所に一人で乗り込んだ今日から俺らのエピソードパクリ乗り込んだものの、その後普通に地元で悠々としょうもない生活としていた朝倉未来君に対して1分ぐらいで倒す喧嘩やらせコントをバカにするような発言をしていました。なんと相手を1分ぐらいで倒すでもいいと言っていたのです。確実にブレイキングダウンの批判でしょう。違います。そしてハムソフィ選手もエロテリリスト性欲七光アーセンと別れたという噂の平井月選手ではなく平田月選手に関して、彼女はエンタメ枠と我らのナポリタン松氏こと朝倉未来君がエンタメ枠でしょうもない YouTube をしていることに対してアンに批判していました。このようにワンに日本格闘技界に舐められているのは全て朝倉未来君と松尾萬内の可愛すぎる美女格闘家パンちゃんリラのせいでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日はライジンの後にロードトゥー UFC があるので、そちらの動画速報をするのでライブ配信はやりませんのでご了承ください。それではさよなら。